何が悪かったんだ。何が悪かったんですか。途中でコメントが見れなくなったの。何が悪かったんだ。何だろう。コメントが急に流れてこなくなったから怖くなって消しました。ただいま。こっちは止まってなかった。あ、そう。ちょっとインスタライブのこと全く分かんない。ライブ初めて見れた。やったね。見えてるフィルター、またさっきのに復活した。仲のいい男優さん、仲のいい男優さん、現場でしか会わないからね。仲良く、うん、話せる男優さんは何人もいます。うん、怒ってます。怒ってない。やめて、怒ってるキャラにしないって。今は怒ってない。電池が少なかったっぽい。私は電池、あの方みたいに充電がない人じゃないから。次、富士急ハイランドいつ来ますか。寒くなる前に行きたいけどな、もう一回ぐらい。富士急ね、今年はでも4回行ったか。4回行ったかな。最後に行ったのが、あ、とある撮影で1ヶ月前ぐらいに行ったのが最後か。やだ、もう一回行きたい。その撮影では観覧車しか乗れなかった。初めてだった。私富士急大好きで、絶叫系が大好きなんですけど、そのいつも派手な4大コースター、まあなんだ、やだやだ、飛ぶな飛ぶな、なんかドドンパ止まっちゃってるけど、A じゃないかとかいかついやつらをなんか十何回も乗るっていうのをやるぐらい好きなんですけど、で、優しい乗り物はほとんど乗らないわけですよ。で、観覧車が、でも自分散々富士急行ってるのに観覧車があることをこの前知った。1ヶ月前に初めて知った。そうで、その撮影ではまさかのそのいかついコースターには一回も乗らず、観覧車だけ乗って移動してみたいな。富士急のバイクのやつも、そう、最後プライベートで行ったのは富士急のそのバイクの新しいやつができて2日後ぐらいに行ったのかな。すぐ乗りに行きました。転倒しがうまい。やだ、一人の YouTube ね、ちょっと待っててくださいね。ちょっと待っててって言ってるけど、うん、ウインクね、うまくできないんだよね。綺麗にできない。いつも何時に寝る？撮影とかがある日は早めに寝る努力をするけど、そうじゃないと、朝早いとかじゃないと、朝寝ることが多いか。同じ日に富士急行ったのに気づけなかった。ありゃ、光に今度は板にさん。だからこれはね、今フィルターがかかってるから綺麗なんですよ。ツルツルになってるんですよ。すごい、なんかコメントがさっさって言ってくんないの。何
今からしこるので配信離脱、いってらっしゃい。いってらっしゃい。髪めっちゃ綺麗。昨日美容室行ったんですよ。アホ毛がすごい。アホ毛が。他にちゃんと飲み来て。飲みね。やっぱ次の日やられるんだよな私。飲み物じゃない。お酒飲みに行った日の次の日が一日終わっちゃうんだよな。キャスの方がやりやすい。コメントは読みやすいのはキャスかな。インスタでもやっぱ見てる人が多くてコメントが。コメント動かない。そう、動かないのが困る。なんか毎回こうやらないといけない。まあでも自動すぎたら自動すぎたんで読みづらいからか。前自動だったよね。なんかよくナンパされますか。ナンパされるんじゃないですか。でも最近はもう帽子を深くまでかぶっちゃうからあんまり、カリちゃんしか好きになれないので責任取ってください。どうやったら責任取れる。童貞は何歳までなら許せる。やべ、何歳でもいいんじゃないですか。許しを問うてる。合ってる。酒はね強いんで、酒すごい強い方だから、だからいっぱい飲まないと効かない、酔えないから、いっぱい飲むと次の日に来るっていう。なんか 2,3 倍でコスパよくその酔える人とかはさ、いいよね。その次の日 2,3 倍だったら全く次の日に残んないじゃん。なんか燃費が悪いし、901p しようぜ。増えた200人さっきより。900だ1でしょ。私が1でしょ。やばいな。いやでもこの中に女子がどのくらい見てるかにもよるよね。猫どこ、猫ここ。親にバレてますか。親には言っています。ディズニー派 USJ 派。USJ、同じ距離にディズニーとユニバがあったら多分ユニバの方に行ってると思う。でもそれよりもいっぱい行くのは富士急。900対2にしましょう。加担します。もう1人増えたところでだよね、900人もいたら。部長なんか死んだみたいな顔してる。ユニバの方が行きそうだな。ユニバと富士急とディズニーとセックス、どれが一番好き。え、セックスじゃないのみんな。ユニバだって乗り物何が好き？あれが好きだね、あの恐竜のすごい速いやつ。そう、乗り物が好きだから、もちろんあのディズニーの世界観とか好きなんだけど、やっぱちょっと乗り物絶叫好きな人間とするとちょっと物足りなさを感じてしまうんですよ。ってなると乗り物一個一個がめちゃくちゃ強い USJ の方が多分行くと思います。あ、それフライングダイナソーですね。デカチンとユニバ、え、デカチンじゃない。やだやだ、なんかエブリューっぽいっぽいとか言って。今夜のおかずお願いします。今夜のおかずお願いします。何をすればいいの。
入ってない声は聞きたい派です。聞きたい派ですか。うるさすぎたい。うるさすぎるのレベルがレベルが知りたいけどね声出すのはとてもいいと思いますよ。鍛えてる鍛えてないです。プライベートでド M 男子に会ったことないです。足のネイルはさっき見せたんですけど難しかったんでやめます。バーレスク出ます。声好きでたまらない嬉しい。ツタヤでレンタルした USJ 以外のおすすめの NH な富士急しか勝たん。だ距離も近いからいいんですよ。富士急は都内から言うて1時間半ぐらいで着くからいいんですよ。全身脱毛ははいしてますね。レクサスに買い替えたい。 RX か NX で迷ってます。 RX にしましょう。わかりません、ごめんなさいアレクサが反応した。寝るピザ食べたい。食べれ。お会いするには男優さんになるしかない男優さんになるか、なんか飲みの席で出くわすかじゃないですか。あとあれです、イベント来てください。外食はよくしますか。する方だと思います。結婚はいつだろうね、わかりません。シューティングスターどれぐらい覚えましたか。シューティングスターのとダンスあれハイライトに載せてるんで見てください。2倍速だけど団子ヘアの時の夢がめっちゃ好きだった。団子ヘア今できないの。いつもどこにいます。内緒です嫁にしようか。大丈夫です、大丈夫です一日一緒に過ごす、一日一緒に過ごすデート、何すればいいんだろう団子の代わりに俺の玉乗せたる。へえー、やだやだシンプルどの作りますか。嬉しい。夜型ですか。めちゃくちゃ夜型です。え、もう10時14分なの。やばいね。猫をリードで外に連れ出さないですね。見たことないし、あ、韓国行った時に猫散歩させてる人見たわ。すごい、犬みたいに散歩してた猫がいてすごっと思って、この子連れ出したらパニックになって大変なことになっちゃう。街で見かけても声かけない方がいいですよね。なんかノリの良さそうな友達といる時とか声かけてもらったらなんか反応します一人でいる時に声かけても私はイヤホンでガンガンに音楽聴いてるんで、あ、ナンパかって感じで、多分ファンですって話しかけても私の耳に届かないから、はい、なんかノリが良さそうな友達ちょっと見て判断してもらってそれだったらそれでちょいちょい話してる人もいますよちょいちょい話してる人いる。富士急とかでも写真撮ったりとか地味にしてるんですよそれってあの何ファンで写真撮ってくださいって言われた時にちょいちょい撮ったりしてます。ヒゲあっても平気ですか。
平気じゃないことはないけど、ない方が好き。痛い、チクチクする。チクチクする。ノリのいい友達は誰ですか？いるんですよ、ノリのいい友達が。ノリ良さそうだなって思ったら声かけて。どんな曲聴いてる？ BTS、 K-POP の一部流行ってるものと、あとは最近はレペゼンフォックスの曲と、あとなんだ、好きなのはミスチルとかヒゲダンとかかな。少女時代の曲も全部わかる。鼻が腫れている。鼻腫れてんのこれ。鼻声ってこと？声が悪いんだよ。声が良くないんだよ私は。キス顔は VR とかで見てください。 AV 見てください。買ってお酒は普段飲まないです。今日の V が出とったテレビ見ました。テレビは見て、テレビはもう私テレビ線つないでないんで見れないんですよ。なのでなんか SNS とかに上がってくるのを待ちます。見たい。短い髪にが嬉しい。BTS とミスチルとセックスのどれ、うわうわうここで悩みここで悩み始める。セックスかな。しきよったこやいでしょ。うん、声綺麗。本当にこの声好きな人は好きみたいよ。好きな人好きみたいよ。なんか感覚ができますか？ちょっとだけ持ってっそよ。持ってよ。持ってよ。ぶっちゃけガチの性感帯。ガチ？いっぱいあるから教えない。どれくらい持ってますか？ほどほどじゃないですか。知らない。モテ度が分かんない。どのくらいモテたらモテてんのかモテてないのか分からん。彼女だって自慢したいな。だってぶっちゃん飼い主だから私自慢すればいいね。無なんだか。何時までにしよう。どうしようかな。11時ぐらいに終わろうかな。まだまだ時間ある。鼻毛が取れない。頑張れ。カンジャンケジャン大好きです。向こう食べたらいいやつ食べに行く。絶対韓国行ったら食べる。足のサイズは26センチです。でかいです。ラッパーとかは聞きますか？クリーピーナッツ、クリーピーナッツが好きです。最近、ちょっと最近の曲は分かんないんだけど。 Oh, I need 安心してられますね。ねえ、なんか目開いてね。怖っ、目開いたまま寝てる。目開いたまま寝てるの猫、超怖い。超怖いんだけど。やばやば猫。もう起きちゃうかな。起きちゃうかな。あ、起きちゃった。写真撮ろうと思ったのに。
目が開いちゃった。ホワイトニングしてるの。いえ、セラミックです。韓国行くのは飛行機船を泳ぎ、飛行機でしょ。賃貸ですね。こんにちは。財宝で。部長、元気？あんま動かんやん。お水取ってくる。思い出した時に飲んどく。サプリメント。よいしょ。俺の鼻毛が血ついて。知らん。韓国どれぐらい行く？理想は4泊以上したい。4泊は必要ですね。丸3日ぐらいは動きたい。うん。なんでそんなに体細いの？細くないです、私。わかんない。なんかもう細い人いっぱい見すぎてて。でも私ってすごい太ってんなっていつも思う。なんか可愛い人と会ったりする。BTS に告られたら結婚しますか？何その世界線、結婚するだろうね。その水お気に入り。はい、このめっちゃうまいです。これしか飲みたくないと思ってもう3年経ってます。あっ、視力どれぐらい、視力どれぐらいなんだろう。コンタクトはマイナス 3.0 です。韓国行ったら絶対行くお店、マーティン・キム。と、うん、出てこない。LC、まあ、服ですね。服屋さん、服屋さん。相手が会えれたら止める派ですか？何それ、やめろって。止めない、止めちゃダメ。指輪好きですか？指輪買っても使わないんだよね。だからなんかもっとずっとつけてたいぐらい高いやつ欲しいなって思ってる。なんか普通にデザイン性とかで買うとなんか何個も欲しくなるじゃん。何個も欲しくなるから。でも何個も買うとなんか何個もつけるのめんどくさいし、なんか一個一個そんな愛着がないから。うん、なんか一個何十万かみたいなやつ今度買おうかなって思ってる。指輪好きになりたい。好きな運動、フィックスじゃなくてダンスが好きです。うん、コメント読んでください。コメント読んで盛り上がるようなコメントください。
元カノに似てて好き。よう言われるのそれ。韓国のおすすめの食べ物はコプチャン。コプチャン食べて、コプチャンとカンジャンケジャンが私は好きです。福岡来たことはあります。行ったことはイベントと中学だかの修学旅行と、あと、あ、BTS のなんか展示みたいなのがあった時に山岸さんと行った。うん、さっきの伊藤さん、さっき、あ、見てたのね。あだ名はコプちゃん、あだ名になっちゃった。バーレスクで働かれる、一日イベントやります。カンジャンケジャンは好きです。ラーメンはリハ、辛い味噌ラーメンが好きです。BTS は J-HOP 推しです。ルナ、コギ、チビエヨ、あ、チビ、チビエヨ、ヨギ、チビエヨ。スタイル良すぎて好き、ありがとうございます。何時までする？11時で終わりにします。だ、インスタライブってこんな長くやってる人いる？なんかツイキャスぐらいの気持ちでやっちゃってる。チャルボが一切よ、ラブサミだ。深夜バーレスク練習、あ、でも私は夜型なんでそんなに苦じゃないです。在日ですか？なんかめっちゃなんか言われる。私めちゃくちゃ日本人です。めちゃくちゃ 100% 日本人です。男性のタイプ、タイプね。優しい人、優しい人、人の気持ちが分かる人。なんで今日はイライラなの？ずっとやってなかったから。気まぐれ。インライの方が見る人多いしね。しよう、なめ犬になりたい。頑張れ、慣れるように頑張って。バーチャルハイタッチ、誕生日おめでとう。インスタライブ見るの2回目。結構あざ、ケツにあざ、あ、毛ご飯があります。お尻消えません。太ってる人でもいいですか？努力はしててほしい。体型はなんか自分が気にしてる分、努力はしててほしい。定期的にインスタライブ、定期的、なんかやってもいい気はする。なんかやっぱ前よりはやっぱコメントが流れない分やりやすくなってる気がする。しおっと、なんか前最後にやった時すごい外国の方とかがめちゃくちゃハートマークだけとかみたいなのがガーってきてて、それでなんかめちゃくちゃ読みにくくてっていうのがあったんだけど、すごい読みやすくなってる。逆に細い男、あ、細い分には細い分には好きですね。結構ひょろひょろみたいな人と付き合ったりとかもしたことあるから。最近毎日三谷さんで、ね、イエーイ。はまあそんな派手なことじゃないですよ。
ナンパについてったこと、ナンパについてったことはないですね。その場でとかはないから、なんか後日会ったこととかはあるけど。ちゃびじ、ありがとうございます。アンガールズ田中さんぐらいでも、どのくらいアンガールズ田中さんがどのくらい細いのかよくわかんない。ネックレスはビトンです。そろそろジャニーズに一言そろそろって何のそろそろだジャニーズ、すいません本当に興味なくて、落ち着くといいですねすぐにうふじゃない、ごめんなさい、すいません、ちょっと韓国アイドル好きで全然日本のアイドル詳しくないんですよ。おしっこ飲ませたことありますか？意外とないんじゃない？意外とないよ。ジャニーズバカにするのよ。いや、してない。今のバカにしてた？してないっす興味ないって言っただけ。私の話だから、これは落ち着くといいんじゃないぐらいです。興味があんまりない人からしたらヘンタニさん、セックスってこと意外とないのかし、意外とないってなんだ。何言った、私何人に対して言ってた？料理男子好きですか？料理男子に会ったことがない。料理好き男子、なんか別にできてもできなくてもいいと思います。紫ネイルが好き、早期バレー負けましたよ。バレーなんか大会やってるの？スポーツも全然見てないんですよ。色黒と色白ならどっちがタイプ？色白が好きかな。色黒の人、付き合ったりしたことない。付き合うとかそういうことしたことない。外れるで。何が？9月に独立した、よくやった。この料理は作らないです。すごい短歌が通り過ぎた。短歌見たかった。明日仕事の人頑張れ。マッチョ好きって言ってくれ。ほどほどのマッチョは好き新冊はいつ頃発売？毎月2本出てます、必ず。BTS は好きですか？ BTS が好きです。髪は今までで一番短い。まあでもこの髪にしても1ヶ月ぐらい経ってんのか。最後に切って1ヶ月経ってるからもうちょっと短かった。これが一番短いんじゃないですか。イベントはなるべく会えるイベントは月1やってるんで。はい。おやすみなさい。好きなゲーム、ゲーム全然やんないんだよな。マリオカートは得意ですカリンの愛車は RX です。ブリンの可愛い。2時間撮ってんね、あっという間で。11時までやるって言ってたから11時まで。好きなスニーカー、最近っていうか最近スニーカー買ってないな。最後に買ったのがディオールのスニーカー買って、
そろそろ出番が増えてくる季節だね。もうなんか夏はもうナイキのエアココだっけ、エアココがもうしか履きたくなさすぎて、靴買って他に買っても全然着てないから、着る履いてないから、ちょっとそろそろ秋ぐらいなんで、ディオールの靴履きたいな。なんかでも一回いい靴買っちゃうと、なんか他の靴履く機会があんまりない、なくなるよね。マツダの RX、 マツダにも RX ってあるんだ。レクサスです。猫はいます。明日勉強頑張れ。どうやったら三谷さんと出会えて付き合えて、結構わかんないよ。偶然会えたらいいですね。運命的に会えたらいいですね。好きな時期、春か、春一瞬すぎるかな。あ、今ぐらいが好きです。今ぐらいの季節、9月上旬から11月いかないぐらいまでが好きかな。谷さんに似てるって言われんの。いいスニーカー履くと履けなくなる。そうですね。最近パズドラやってないですね。ちょっともうついていけなくなっちゃった。結婚願望自体がそんなにない。私、運命的な出会いがあったら願望が生まれるんじゃないですか。レクサスの RX です、私の車。酔ったので、あ、違う、あ、安心しない、筋トレはしてない。過ごしやすい気候だから好き。あったかいしね。なんか春寒いんだもん、なんかずっと寒いんだもん。俺運命感じてるけどな。運命って一方的なこともあるんだね。結婚したら卒業、どういう人と結婚したかによるんじゃない。でも私は卒業しちゃう気がするな。長めですね。長いよねこれね、長いよねこれね。好きな音楽アーティスト、音楽アーティスト BTS。 あーでも外国洋楽とかだとブルーノ・マーズとかレディ・ガガとかが好きです。EV 車に買い替えたりする予定、あんまないですね。 EV なんか充電設備がなんかなんかを気にすると、なんか私には合ってない車だなって思うから買わないっすね。ハイブリッド車がいい。秋はどんな食べ物が好き。秋限定だ、キノコがうまいんですよね。車好きそう、車好きそうな人。ガソリン高いよね。高い、それはそう。ステラはどう思う。ステラって観葉植物の名前、テスラじゃなくて。レゲエは聞かないですね。スポーツの秋、現在のおしゃまじ、フェイスラインめっちゃ綺麗。嘘、自分のフェイスライン好きじゃないんですよ。でテスラだよね。テスラは、
んか、うん、私は電気自動車があんまり興味ないから、テスラでもでかい SUV はかっこいいと思います。なんか私 SUV が好きなんでキュンシーしそう、死んでしまったは仕方できません。それはそうだ、キュンキュンしないようにしよう。リップ何使ってる？リップ今日は&B ですね。今日届いたんですよ。今日注文し、あ、今日そう公式サイトで頼んでいっぱい来た。今日&B 信者。誰かがいじめられてたら一緒にいじめますか？もう大人になっていじめっていうものに出くわさんからな。あ、わかんない、会社とかだったらあんのか。ちょっとめんどくさいから、私は結構です、大丈夫です。普段どんなファッション？メンズライクが多い気がします。メンズライクかロングワンピースとか。どうやって抱くか考えながらね。どうやって私を元気ありますか？ AV で確認してきてください。隣にいるのはチンコ。半端に見えてるとチンコになる。違います、チンコではないですね。学生時代部活はほぼしたことないです。車が盗難されたらどうしますか？警察に行って盗難届みたいな出せばいいんですかね。保険会社に連絡して仲良いな。いじめる人間と距離を置く人だからね。学生時代ダンスの時、ああ、な、そうですね。誰かの欲、あ、なんでもない。うん、そうですね。ちょ、めんどくさいですね。なんか YouTube とか見せた方が楽しいかなみたいな。あやぱさんはいないです。何時頃寝ますか？何時頃寝ようかね。にゃんはずっと寝てます。かわいい。結婚してやろうか？大丈夫です、まだまだ自分の時間大事にします。お酒は飲む方、飲む場に行ったら飲みます。そのね、これは BTS のBT21 っていう BT シビルっていうやつの推しのキャラクターですね。弱い人に優しい明かり、そうなのかな。なんか見てられないいじめみたいなのはちょっと見てらんないですね。見てられないいじめは見てる、なんか当たり前のこと言ってる。うん、立花理子さんのどの作品が刺さったか。私ね、これ言ったことある気がするんだけど、なんだっけ、ポルチオトランスなんとかなんとかみたいな立花理子さんあれがめっちゃ好き。新大久保行きますか？わ、全然行ってない。韓国語習ってた時はなんか通ってたんだけど、ちょっと通うのやめちゃったから行ってないな。あともう韓国、そのね、今もういっぱい行けるようになったから、韓国行けるんだったら別に新大久保行かなくていいやっていう。うん、マッチングアプリはしたことない。
してみたかった。知ってる女優さんとかもいるっぽいけどね、ちょっと私はその勇気ないわ。レクサス IS に乗ってる。いやー低いよね。なんか台車で一回乗ったことあるけど、ちょっとあんま得意じゃなかったな。異性の好きな髪型、この前もそんな話したな。その人に似合ってるが一番じゃないですか。でも基本単発っていうか、そんな長くない髪がいいかな。あ、でも意外と、ま、なんだ、前髪があるような髪型好きかもしんない。ていうか、まあ韓国っぽい髪型が好きかも。後ろに彼氏がいるよ。彼氏いないのに猫しかおらんす。これジムニーやけどどうですか。ジムニーいいんじゃないですか、いう人気な車なんで。私はアレックス、レクサスのアレックスです。ライブでダンスしている時のダンスはかりオリジナルですか。K-POP だいたいコピーです。夢にしてやる結構です。ブルブはどう思いますか。いいんじゃないですか。外車そんなに興味ないんですよ私。イベントまた来ないんですか。イベントのあれがないんで、お話がないんで。森田さんと仲いいですか。いや仲いいかわからないけど、あれトークライブじゃない、トークじゃないって、なんだ、ライブ行かせてもらいましたね前。なんだっけ、森田さんの、やばい、何も出てこない。コントライブ、ん、なんか千秋楽行かせてもらいましたね。結構ですな、ツッコミのスピードくん。ゴールド免許、いえ、ゴールドではありません。岐阜でイベント、岐阜、岐阜か、岐阜県ってどこだ。場所がまず、ちょっとイベントはあのここでおいくらでしてくださいみたいな話が来ない限り行けないんですよ。行きたくて行くってあれじゃないんですよ。なんか千秋楽あ、なんか千秋楽行きました、行かせていただきました。めっちゃ面白かった。そこで久々お話ししましたね、ご挨拶行かせてもらって。うん、ほんといつでも気さくで頼れる素晴らしい方ですよ、森田さん。面白いし。最後にサクッと、何、女、人のオナに見るツルじゃないよインスタグラムは。ファンザ行ってきて、タバコはすいません。タバコね、前なんだっけ、作品で初めて、で吸わなくていいって言われたんだけど、なんかそういう機会でもない、多分一生吸わないから経験として一回吸ったけど、なんかよく分かんなかった。 AV でタバコを吸うかっこいいシーンが撮りたいって言われて。今日この後何しますか。昼ましたからしなくていいかな。サウナ好きですか。サウナ好きです。土下座するほど好きなんですけど、初めて聞いた。好きすぎると土下座するっていう次元があるんだね。むせた、ん、あ、むせてない、むせ、多分そんな深くまで、あんま記憶ないな、むせてないと思う。
何の作品、今ね予約が始まってるね。こん中のなんか絶対にあなたを落とさす、絶対不倫させる女みたいなやつで、なんかサンプルで一瞬映ってたの、タバコ持ってる姿全然下手だったけど踏みつけてほしいぐらい好き、尊敬。最後のキスはタバコのフィルター、どういうことどういうこと、アカネとデートして、アカネって誰や、どういうの、そのそれはないでしょ韓国でそれ以外、それ以外ないんですよ、行ったこと。インチョン、インチョンの なんていうのチャイニーズタウン、チャイニーズタウンではないか、あそこなんて言うんだ、なんかあの中華街、中華だっけ、なんかその辺は行ったことあるかな。あれインチョンってソウルじゃないもんね。神宮寺奈緒さん知ってますか、神宮寺奈緒さん知ってますか、知ってますよ、前事務所が一緒でしたよ。名前は自分でつけた、いや、当時のマネージャーがつけた名前です。全くなんか名前とか何したいみたいな全くなくて。ヨジャドルにも興味ありますか。ヨジャドルはあのダンス可愛いやつとかはコピーしたりするのが好きですね。うん、一番好きなのはヨジャドルはどこって言われたらニュージーンズって答えます。めっちゃ尽くしてください。どうしようかな、キスカイって何、聞いたことない、やだ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 とか言ってどう言ってどう言って、うん、ヨジャドル、あ、ヨジャドルは、韓国の女の子のアイドルのことですね。何でもするぐらい好き、本当何でも。なんでこの業界入った、時間とお金と精神の余裕が欲しかったからです。サランヘヨ、アイブだと誰が好き、うわ毎回アイブのね好きな頃の名前が出てこないんだよね。身長の高いあのウォニョンちゃんじゃない方ウォニョンちゃんじゃない方の身長高い子が好き名前は出てこないランクル80再生半分、そうなんだ、10万あげます、10万か、もうちょっと欲しいもうちょっと欲しいとか言って時間経つない、あ、いや、あと、え、もう11、ユジン、ユジン、ユジンちゃんって言うんだね、ユジンちゃん覚えたい、いい加減覚えたい、ユジン、ユジンね、ユジンで、ユジンズはミンジちゃんとダニエルちゃんが好き。友人、友人、友人、はい、多分忘れるクッションのキャラ BT21 のマンテコです。横浜市鶴見区、何が、どこが、誰が、目が可愛い、ありがとう、前人にも言われたな、目が可愛いやられたことありますか。あります、大昔、サモアリキボイですか受けるサモアリ可愛いですよ、サモアリ好きですよ、私キモくないよ別にすごいおもろあかりさんの身長168を超えたことがあるか、超えたことがあるか、身長っていう、
え、私が超えたことはないよ。いつもナイキのエアマックスココを履いてるから、多分いつも170センチぐらいになってんだと思う。演技うまくて作品好き、嬉しい、ほんと目がいい、見ちゃう。 DJ フォイ好きですか。なんかレペゼンの動画見るのすごいハマっちゃったんですよね。そう、フォイさんとちょっとお仕事で会う機会があって、会う前にちょっと予習しようかなとか思ってレペゼンの動画見てたらめっちゃハマっちゃった。で今音楽も聴いてしまっている。付き合ってください。サモアリさんのベンツ乗ったことありますか。前のベンツ、あの G クラスは私運転もしてるよ、作品で。次に富士急行く日決まってない。マンコ洗浄ってマンコ清潔に保ったままの方がいいんじゃない、の方がいいんじゃないとか言って。それはそうじゃない。XG はダンスとかやる、インスタライブ、いや、インスタライブ音楽使ったらダメっぽいから踊りできないんですよ。フイ君はイケメンですか。イケメンでしたね。自分のおすすめ作品はなんかツイッターで見てください。レペゼンのライブ行きたいんですよ、今一番行きたいところ。でもまだなんか開催予定が今のところないから。なんと男性のタイプ、頼れる、尊敬できる人がいいな。なんか聞かれるたびに答え変わってる。最後の今日の下着の色、今日は黒だったと思います。キツネダンスって何？レペゼン？キツネダンスって何？好きです、これ捧げます。それはいい試みだ。眠たくなってきた。いやいや全然バッチバチです。好きなアニメは進撃です。今日の昼どこで行った人？家です。家から出てないです。過去にあったスマートなデートの誘われ方、スマート、え、もうストレートが一番スマートじゃないですか。デートの誘いってご飯行こうとか飲みに行きたいとかパッっていうのが一番スマートな気がする。心臓を捧げよう。髪切ってた赤いちゃんかわいい、嬉しい。普段は朝とかに寝てます。はい、11時なんだ、すごい長い時間やった。はい、たくさん喋った気がする。呪術は途中でみんなやめちゃったな。普通の下着は衣装なんで用意されてるやつです。よし、では長い時間ありがとうございました。またインスタライブやろうかな、やりやすかったんで。では皆様、明日仕事の人多いと思うけど頑張れ。休みの人は休もう。美味しいもの食べて寝て幸せな毎日を送りましょう。ありがとう、楽しかったよ。
2時間、何時間だ、2時間半やったんだ。バーレスク頑張る、ありがとう。じゃあね、バイバイ。飛び方